じゃあ外配信行きましょう。電車などつまらない、歩いて行きましょうか。ステッカーを作ろうと思ってて、旅配信でやっぱ資金を作らないといけないから、ステッカー持って回ろうと思ってて、でそのステッカーの業者さんに企画の打ち合わせっていうか、どういうステッカーが作れるのかとか、どのサイズだといくらになるかを聞きに行こうと思ってて、で新宿の駅の方行こうと思ってで一回打ち合わせして企画が決まったら喫茶店かどっか入って、あれしようと思ってる、制作しようと思って、そのまま納品しちゃおうと思ってるね、うん。そう、いやー、昨日はねスロット配信でぐっすり疲れちゃったから、ぐっすり寝て、なんか手ぶれがひどいな、設定おかしいのかな、カメラの設定が。てか痩せたな俺、ちょっと痩せたよね、顔細くなったよね、減量成功してるから。バレエ女さんもそれとなくデザインは頭にあるの。デザインの頭にはあるんですけど、まだ詳細までは決めてなくて、まあパパッと3時間4時間あれば作れるかな、素材はあるからMacBook も持ってきたんで、うん、頭の中にデザイン、まあこんな感じになるだろうなみたいな、ざっくりとしたね情報みたいなものは、あとはバランスだよね、どこに何を配置しようとか。59名さんいらっしゃい。ライブハウスとかで売ってる、ライブハウスとかでバンドマンだけ裏方がもらえるバックステージパスって言って、布製のシールがあるんですよ。それをつけてるとライブハウスとかクラブとか出入り自由っていう、そういうデザインにしようと思ってますね。あとはまあ大きさかだよね、やっぱりそのコストはなるべく下げたいから、何枚吸っていくらかかるとか、その辺を詳細を打ち合わせしに行こうと思ってます。なんでこんな手ぶれするんだろう、 FTP の値がずれてんのかな。
あれは一番最初にあの有名になった動画、閲覧がめっちゃ稼げた動画だ。そう、引っ越して2日目で壁に穴開けたっていう。あれはもう相当初期ですよ。配信始めて半年くらいかな。今の家ですね。まだ配信者として駆け出しだった頃。まだあそこ段ボール引いて寝てたかんな、物がなくて金ないから。ね、逆向きっていうか、もう配置がレイアウトが変わりすぎててあれなんだけど、とにかく物がなかったんですよね。今とは方向全然違いますよ、画面の。全然違います。そうかな。あー、そうだな。今だから釈迦がある冷蔵庫側から映してたんだ、多分。イケメンのアップはしてないと思うよ。もう3年以上住んでますね。結構長いっすね。ただまあ新宿は肌に合わないっすよ。田舎もんなんで。根が田舎もんなんでね。ビルに囲まれた大都会で住むようなイメージしてなかったもん。この夜景がすごいさ。ビルビルビルで空が見えない。新宿のこんな高級住宅街にね。よくないよ。田舎の方が気持ちがいい、人がいいし、殺伐としてるよ、東京は。どっか心が通ってないよね。まあ野心家がね、田舎から一旗あげようっつって集まる街だからさ。
俺はたまたまその家とか何もかんも失ってこの町に流れ着いただけで、この町へ憧れてきたわけじゃないから。バレーキョさん、東京はいろんなものが冷たいよね。そうそうそう、無機質なんだよ。この町はまあその金をかけるんだったら、夢とか金をかけるんだったら魅力的だよ。金さえあれば何でも手に入るから。俺はのんびりスローライフが好きだよ。そうだね、特殊な町だからね、新宿は。特にその、ま、新宿区っていう中でもいろんな町があるから、高田馬場とかね、大久保とか新宿とか、あと歌舞伎町とかね、有名なスポットが歩いて行けるのがいっぱいあるから。歌舞伎町と全然街並みが違うもんね。新宿は奥が深いよね。都庁もあるし、この街には魔物がいるよ。お諸君いらっしゃい。こんばんは。ねえねえ、俺が配信始めた時ってみんな通知来てた？俺は外配信 PC が多いっすね。うん、今からね、グッズを作りに行く。業者さんのところ行く。俺が枠開いた時通知って来てたかどうか教えてくんない？携帯電話とかにピコーンって、和道の放送始まったって。あ、来てた？よかったよかった。なんか通知を設定する画面どこにあんのかわかんなくて。来てたんならいいや。あ、本当に？よかったよかった。怪しいものではありません。サンジャケット似合ってるわ。ありがとう。うん。さんはどつ？はい、ワドツー。自分を見失って手元では浦島太郎になりました。あー、そうだね。見えがね、大事だからね。見え張ってもでもいいことないよ。うん。見え張ってもダメだよ。自分の人生。ありのままを受け入れて、ありのままを成長させられるやつが本物だよ。見え張ってもダメ。レッドイットゴーの意味が分かんないけど見え張ったり背伸びしたりとかダメだなっていうのは、まあこの年になって思った。若い頃はいいかもしれないけど、それで若い頃はさ、背伸びしてもいいかもしれないけど、30代じゃそれは通用しないよ。若い時だけでしょ。あ、そういう意味なんだ、レッド・イット・ビーって。いい言葉だね。新宿の駅の方かな。レイビーレイビーレイビーオレイビーそうだね。家に帰るんじゃない？今出たところだね。
新宿に行くんです。駅の方に行ってステッカーの業者さんと打ち合わせ。このまま旅に出る、まあでもこんな感じでやりたいけどね、本当にプラーっと出るっていう。メガネ忘れたな、目見えねえ、ぼやぼや。電波悪い？どう？電波悪いかな？放送見れてない？電波悪い？どう？みんな外れサーバー引いた？みんなどう？見れてる？どうなんだろう。怪しいものではありません。たまに悪くなるけど見れないものではない。重たいのかな。たまに悪くなる。電波はそんな悪くないはずなんだけどな。うん、5本アンテナ立ってるからデザリングで。ナンパはしないかな。俺女に困ってないから。いや、行かない行かない。俺酒飲まないし。安く何でも手に入るよ。金券から、吉野家の割引券から、新幹線から、切符から。花粉症ではないね俺は。こんばんは太郎さん。
今安いのマックコーヒー。全然まあ、株式危ないっちゃ危ないけど、一番ではないと思うよ。危ないことは危ないけどね。歌舞伎町は特殊だよね。あと本当にヤバかったのは本当に昔だよ。いや、俺もコンタクトはしない。裸眼メガネ忘れただけだよ。ぼやぼやで何も見えねえよ。花火ありがとう、しんさんありがとう、サンキュー、花火ありがとう、ありがとうございます。アイテムありがとう。花火2発目ありがとう。花火2発目ありがとうございます。 Thank you、 あざーす、ありがとう。新さんいつもありがとう。3発目ありがとう。花火3発目ありがとう。すげえ。新さんありがとう。サンキュー。メガネない方がいい？メガネ全然、いや別にカッコつけてるわけじゃないから、もう30過ぎたおっさんが色気出したらアホだと思ってるからまあでも嬉しいですね。ありがとう。風強えな今日。僕全然狙ってないよ。目悪いんだよ。そんなに変メガネ似合わない。初見さんいらっしゃい。おまちゃん、おまちゃん初見。おまちゃんっておまたに瞳、おまちゃん、おまちゃんって俺の知ってるおまちゃんかな。おまたに瞳さんですか。はい、ワトツーバンナさん、タバコ吸うわ、一服します。そうだね、丸メガネっていうのはもともとレンズ加工の技術がなかった頃、あのレンズっていうのは違うの、違う人が、レンズ加工ができなかったから丸メガネが一般的だったのよ。レンズって丸くしないと作れなかった。風船ありがとう。タバコ吸います。喫煙所ですね。新宿の駅前の喫煙所行きましょう。
より戻しましたよ、うん、より戻しましたよ。放送応援してくれるっていうことで、もう浮気とかもしないの、うん、そうそうそう、浮気もしないのを認めてくれたし、今まで付き合っててそういうこと一回もなかったでしょっつって、そう言われたらそうだわって言ってくれて、だから大丈夫だよって、あと放送も全力で応援してくれるって言ったから、業者さんの方に行きますね。今ね、新宿の東南口の方だね。駅前の栄えてるから人がいる。新宿はすごい若い人が増えたよね。こんばんは、まさん、こんばんは。なんかあれだね、サムネドルさんにいじられてたね。見てたよ。見てた。だね、いや、まあ運動してるからね、健康的にはどんどんなってるし、顔もほっそりしてきたね。まあ、太ったのはわざと増量したんだよ。で、プロテインも飲んでるし、運動もしてるから、やっぱ自分で鏡見て体締まってきたなって。まだまだいい体じゃないけど、脂肪残ってるけど、あと2ヶ月もうちょい絞り込んだらいい体になるかなと思って。だね、やっぱ体が軽くなった分パンチは軽くなってるんだよ。動けるんだけど、スピードは上がってるんだけど、そこがちょっと不安だね。顔もほっそりしてきたでしょ。
体重ね増やしたり痩せたりするのはそんなに苦じゃないから、自己管理ができないわけないよ。ドルさんみたいにね、あんな太い腕本当にいい体作るっつったらもうそれこそ5年ぐらいかかるだろうけど、ドルさんの体は美しいね。あれは本当のファイターの作り込んだ体ですよ。綺麗な体。モデルみたいだもんね、本当に。骨格が全然違うからな。スーツとかもすごい似合うんだよ。T シャツとかも全然着ててかっこいいし。スロットはね結局3万9000円負けでしたね。ただそのおかげで理想も取れたし、新しいフォロワーさんがすごい増えたんで、僕としてはいい経験になったなって思ってますね。あ、こういう企画やるとこういう風に盛り上がるんだっていう、配信者としてすごい一皮向けられた気がするんで、やったことないジャンルの配信はどんどんトライしていきたいですね。そう、店側からね、許可も出て、他の人映さない、台だけ映してる分には構わないっていう風に。ふわっちは結構スロット配信者多いですよ。スロット配信者、FX 配信者、人気のコンテンツだね。いろんなジャンルの放送をやっていきたいなっていう風に思ってます。そろそろ着くかな、この辺かな、多分この辺にその会社があるはずなんだよね。殺すために決まってるだろうが。いや、どうなんだろうね、わかんないけど。どこら辺だったっけな、会社多分この辺なんだよな。検索するか。おつ、行っちゃった、勝った？勝ちました。僕は惨敗でしたよ。アネックスってどれだ？これだ。うん、アネックス。どこだろう？どこだ？あったあった。目の前にあった。目の前にあったわ。目の前にあった。どうしよう、一回放送閉じようかな。一回放送閉じてもいいっすか？オッケー。いや、今そのステッカーの販売の業者さんのところにいるんだけど、多分その打ち合わせだから、その一回放送切った方が、会社だからさ、一回放送切った方がいいかなと思って。放送切ってもいい？一回。うん、後でまた放送するよ。 OK。 ラグがすごいのかな。じゃあ皆さん、トリオツです。今からステッカー販売の打ち合わせします。うん。
また1時間、30分から1時間ぐらいで放送再開すると思うんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。